さあ、はい、こんにちは。今日はですね、またチャレンジングなことをやってみたいと思います。お、場所は？場所はエセアウォータージャンプの右から2番目、2番台。はい。前回はトリプルやってみたんですけど、まあ、トリプルは縦回転ですよね。今回は横方向に何回転ひねれるかトライしてみたいと思います。体操の白井選手は白井4回転、米谷は一体何回転なんだ今日はそれを確かめたいと思います。じゃあ行ってみましょう。はい、行きましょう。おー、ナイス。米谷さん、これ何やってるんですか？これもとにかくね、空中で締めるっていう。あ、とにかく締める。ほんなら、おお、なるほど、回るね。オッケー、ドゥドゥドゥン、ドゥドゥドゥ、来ましたね。やってまいりましたね。ひねりっこクラブ、ひねりっこクラブですね。体を骨の髄まで絞り尽くす。目標何回転ですか？やっぱ白井越え。白井は今でも5回転まで行ってるみたいなんで、まずは白井に追いつきたいですね白井4回転ですかね。4回転ですかね。まずは 4回転は行きたいなって思うんですけどねまずはでも1080からですね。はい、半回転ずつ、半回転ずつちょっと増やしていきましょうかね。はい、頑張りましょう。うわ、2番。2番集中してますね。米谷さん、一発で食らっちゃったりするんですよね。後編は気をつけていただきたい。おお、どう、感触は？いける、いける。よし、じゃあ次はテルブ、テルブ、テルブ、いきましょう。手悪くない、手悪くない、めっちゃいい。一本の肉棒のように1本のギリギリですね。1本の肉棒のように、うん、ギリギリですね肉棒のように。おお、ちょっと余ってるぐらいだから、まあ40は出る、40はいけんじゃないかな。回るだけならオーバーした。うん、余ってたよ。本当、うん、じゃあ次は40。米谷さん、白井並びます。白井に挑戦しましょう棒に、肉の棒になるよし、行こう。よし、おー、やべー、イエーイ。おー、やべー、やべーよ。ダルシムみたいに。余力は80、今80%ぐらい。なるほど、こっからがね結構きついと思うんだよねいい顔してるね、いい顔してるよじゃあ超えていきますか。 OK、 いきましょう。グッドラック。おお、やべえ、16、やばい。今ので何パー？16、80、90ぐらいかな。ってことは18は残りの 10% ぐらい使えばいけるかもしれないですね。とこねや、100%。おかしいじゃん。もうちょっと綺麗にやりたいかな。うんうんうん、しっかり待って飛んで締める。そしてクルクルクルっていう感じで18をやれるようにちょっと頑張ってみます。はい。行きましょう。進みましょう。レディゴー。
か。あこれ以上はさすがにまだまだダメだね。マッスル不足ですね。悔しい。できる人はもっとできるはず。ここだったら俺の今の限界は多分これ。この人うるさいね。これね、うるさいね。BGM BGM うるさいね。今の俺の限界が多分これ、うん、ただまあ限界が分かんないと次どうやってステップアップしていいのかが分かんないから、まあ、こうやって限界挑戦してみるのはたまには怪我しない程度ではいいかもしれないね。まあウォータージャンプならではですね。そうです。雪だったら死んでます。なんでまあこれを受けてこの後の練習をちょっと組み立っていこうと思います。 OK じゃあ今日はこの辺で終わりましょう。悔しい。お疲れ様でした。うん、これが実力なんで頑張ります。お疲れ様でした。